麺は中華料理に欠かせない食材、主食である。中国の麺類は産地、材料、形や麺の幅、調理の仕方によって大きく異なり、中国国内のほとんどの郷土料理、家境の多く住む国にとって重要な食材である。中国風の麺は近隣の東アジアの料理にも移入し、韓国のチャジャンミョンや日本のラーメンなどがある。類例は、 東南アジア諸国にも見られ、ベトナム、カンボジアさらに、タイやフィリピン、スリランカ、インドでも見られる。中国の言語の多様さのために、中国での麺の呼び方は複雑である。標準中国語では、ミオンは、小麦粉から作られた麺を指し、FN は、澱粉、特に米粉と、緑豆澱粉から作られた麺を指す。日本語で、麺といえばうどんなどを指すが、ミオンは、 元は小麦粉そのものの名称であった。その後、小麦粉製品全般を指すようになり、河北では麺を特に麺状と呼ぶようになったが、関東などのナ南では、古障の未ヨで通されている。中国語以外の言語においては、標準中国語のピニンの音を引用するが、香港と関東省における、関東語の発音では、小麦粉の麺は、メ円あるいは未エ他の麺は、ファンとなる。 台湾、マレーシア、シンガポール、および東南アジアの華境のコミュニティでは、小麦粉から作られた麺を、ミーと発音するなど、ビンラン語、泉語の発音が使われる場合がある。麺は、どこで発明されたのか、という問題には、諸説あって定説がない。中国起源説を支持するものとして、2005年のツや遺跡での発掘調査がある。調査では、 約4000年前の麺が発見されており、この調査結果は中国の麺類はイタリアやアラビアより古く夏の時代から世界最古の歴史がある可能性を示唆している。発見された麺は今日多くの麺が小麦から作られているのに対して高い食品加工技術でアワキ火から作られていた。ただ麺の起源については中東発祥でアラブ人によって イタリアにもたらされたという説も根拠を備えており、ラツケで見つかった麺がアジアの麺類、さらにはイタリアンパスタの源流であると断定するには他の根拠も要する。パスタはマルコ・ポーロが中国から持ち込んだとする俗説があるがこれは誤りである。中国の麺文化は小麦の栽培と製粉、製麺技術の進歩と共に発展を遂げた。小麦とその製粉技術は 漢代にシルクロード経由で西方から中国にもたらされたとされる。製粉技術については、漢代初期にマというスリウスが出現するが、古代ギリシャやローマには、稚拙なものから発展過程のわかる様々な形のものが出土したのに対して、中国では突然に完成度の高いものが出土していることから手回し回転の石臼は西方から中国に伝播したことがわかる。 前館では、軍事的な需要から、王朝は、貯蔵がより簡単で、コストの低い食品加工技術を導入する必要があった。この時期に、ラオメンが登場し、デンプンが豊富で水分含有油量が少ない蕎麦粉、きび粉、エンドウ豆粉によって、保管や輸送が容易になった。麺に関する書面による、記録の内最古のものは、五漢時代の書籍に見られる。当代に入る、 少し前に水車小屋が導入され、水車と連動させて回転する脱穀と製粉が効率よくできる、天外を利用した代々的な製粉が行われるようになり、麺は、元代の間には主要な主食になった。麺は一部の特権階級のものであったが、東大になると、河北平原で小麦の栽培が盛んになり、北方の民衆に普及した。東大は、 夜間の外出や飲食店の営業が禁じられていたが、宋代に入ると外食文化が解禁され発展。麺、餃子、饅、ま、頭などの露天が軒を連ね、庶民は夜間に食べ歩きをするようになる。麺は大衆食になっていたのはこの時代のことである。宋代初期、中国の小麦麺は湯餅として知られていた。宋代の学者、木屋さが、著書、成功即先で言及したように、 古代では、メインやパンのような食べ物はまとめて、餅と呼ばれ、調理方法によって区別されていた。やがて女神族の王朝、金が河北を占領し、僧人の多くが江南へ逃れた。南宋の都、林安では、河北で生まれた麺の技術が広まり、これが木になって、河南にも麺食の習慣が普及する。この頃、河南では米を流食していたが、米の麺が作られるようになった。 綿棒で生地を伸ばして刃物できる切れ麺の技術が現れたのは現代に入ってからで、綿棒の発明によって小麦粉以外の穀類の粉も麺にすることができるようになり、小麦の生産量の少ないカナンをはじめとする中国全土に地方色の濃い麺が登場することにつながっていったと考えられる。新大末期には製麺機も登場し、麺はますます多様化していった。 中国の麺類は一般的に小麦粉、米粉、緑豆、澱粉のいずれかから作られる。中国北部では小麦粉が一般的に生産及び消費され、中国南部では米から作られた麺がより一般的である。小麦粉から作られた麺に卵、乾水、穀物を加えて麺に異なる色や風味を与えることもできる。また麺の質感や柔らかさを変えるために卵白。 くずこんやタピオカのデンプンを小麦粉の混合物に少量加えることがある。さらに一部の東アジアでは加強剤の放射を加えて麺を漂白し食感を改善する習慣もある。一般的に中国の麺類の調理方法は小麦粉、塩、水で生地を作り手で生地を混ぜて棒状に成形。酵母を活性化するために棒状にした生地を折り曲げ、引き伸ばす。 麺の形に整えたものを湯を沸騰させた鍋に落とし、調理が終わったら麺を取り出すという過程である。中国の小麦麺は一般的に強力粉から作られ、色は黄みがかった白色から明るい黄色、食感はしっかりとしているのが特徴である。1950年代に自動麺機が発明される以前、麺の加工には4種類あった。生麺は急速に変色するため、 製造後24時間以内に消費されることが多かった。なお、冷蔵庫で保管すれば、貯蔵寿命を3から5日に延長することができる。乾燥麺は、生麺を日光あるいは管理された室内で乾燥する。茹で麺は生麺を湯通しするか、調理する。湯通しした後、麺を冷水ですすぎ水気を切り、麺同士の付着を防ぐために1から2%の植物油で覆う。 蒸し麺は乾水を加えた生麺を蒸し器で蒸し、水ですいでほぐす。小麦粉で作った麺の生地は通常小麦粉、塩、水から作り、麺の食感や味に応じて卵や乾水を加える。他の麺は一般的に米粉や澱粉と水だけから作られる。柔軟な生地ができた後以下のいずれかの手段で麺を形成する。節や制圧で製麺された麺は 乾燥させて保存食として数ヶ月間常温で保管できるが、柵、く、へしゃげ、もみで製麺された麺は保存が効かずすぐに消費される。当作麺麺は水分を含んだ状態から調理されることもあれば乾麺から調理することもある。調理方法としては茹でることが一般的ではあるが油で揚げることもある。茹でた麺はさらに炒める肉などの添え物を添える。 ソースをかける、スープに入れるなどして提供される。米麺では、餅状にした生地から作り、すぐに消費するものもある。多くの西洋の麺やパスタとは異なり、小麦粉から作られた中国の麺は生地に塩を含むため、茹でる時に茹で湯に塩を加える必要がない。調理時間は短く、歯ごたえが残る程度になるのに5分もかからないことが、ほとんどである。細い麺では、 調理にかかる時間がさらに短くなり、調理が完了するまでに1分もかからないものもある。米や緑豆で粉から作られた麺では、一般的に塩分は含まない。小麦麺は小麦粉と水だけで作られる。乾麺にする場合は、一般的に生地に塩を追加する。乾水や卵を加えるもの以下の小麦粉麺は、乾水と卵、あるいはそのどちらかを加えることでより強い歯応えが。 生まれ、色は黄色になる。乾水を加えた麺には独特の香りと味があり、2010年のニューヨークタイムズの記事では奇妙に聞こえるかもしれないが、卵なしで卵を入れたような麺が作れると紹介されている。米粉から作られる麺は、餅状にした塊を押し出して、麺の形に染むし、生地を薄く伸ばして、麺の形に切って作られる。米麺は通常、塩を加えずに米と、 水だけで作られる。正統派ではないが、麺の食感を変えるために、他の植物のデンプンを加えることもある。川北梁粉、粉は、米粉以外にも様々な植物のデンプンを使用して作られる。緑豆デンプンを使った麺は、タピオカデンプンを加えることで歯応えを良くし、製造コストも削減できる。麺の調理例。麺と麺貨へ。中国。 特に西部内猛古と山西省では、オート麦から作られた小麦粉は、麺と呼ばれ、主食として食べられる麺や、麺体に加工する。麺体は、生地をちぎって薄く伸ばし、人差し指に巻きつけて筒状にして蒸す特殊な過程で、加工される。以下は、麺を取り入れた中華料理の例である。世界の食文化中国。 www.ruralnet.or.jp 二千二十年十二月十一日閲覧ありがとうございます。